音楽メディア中の人。この番組は音楽を中心とした情報メディアポップシーンの編集長兼ライターの私まさやんが音楽やドラマ、映画、雑談など緩めのおしゃべりをする番組で YouTube とポッドキャストで聞くことができます。どうもまさやんです。今日もよろしくお願いします。今回は前回の放送で少しお伝えした通りスキマスイッチさんのお話をしようかなと思うんですが、その前にちょっと1点だけお知らせさせてください。11月24日に配信シングルフィールでメジャーデビューしたソウルズさんから動画コメント到着しました。ポップシーンの YouTube にその動画掲載されているので、こちらぜひよかったら見てみてください。はい、ということで改めて今回スキマスイッチさんのお話です。以前ね、スタンド FM でもスキマスイッチさん特集3回にわたりお届けしましたし、名前が変わる前のこの番組でもスキマスイッチさんのお話してるのでね、もうどんだけ好きなんだよって感じなんですが、今回もよかったらお付き合いください。スキマスイッチさん、11月24日にキャリア初となる2枚組アルバム、ホットミルクとビターコーヒーリリースされました。実はね、この番組を公開した段階で、インタビューが掲載されてるかかなり微妙なとこなんですけれども、今回もインタビューさせていただきました。で、今回はね、アルバムがせっかく2枚組なので、インタビューも2日に分けてお届けする予定です。予定です。はい、でもしね、掲載がまだだったらぜひ楽しみにしていただきたいななんて思うんですけども、もし掲載後だったら概要欄にインタビューの URL 貼っときますのでチェックしてくださいね。久しぶりのね、対面インタビューだったの本当に嬉しかったですね。やっぱりもうお久しぶりですって言ってね、インタビュールームでご挨拶したんですが、お二人と、でもね、その前に実は新田さん、時田さんとは、あれ何なんだろう、なんかね、何の部屋だろう、違う部屋の前で偶然顔を合わせたんですよ。でお互い若干あーみたいな感じで、ちょっとびっくりしたというか、あーみたいな感じになってでもね、それでももうなんかやっぱ対面は嬉しいですよ。マスクがねなければもっと表情も分かっていいんですけど、こればっかりはまだまだ仕方ないですね。で、スキマスイッチさんオリジナルアルバムとしては約3年半ぶり。タイトルはホットミルクとビターコーヒー。ね、なんて美味しそうな名前なんでしょうって思いましたが、ホットミルクはね、揮発曲、要はすでにリリースされた楽曲を含むタイアップの楽曲を中心とした今求められているものをテーマにしたアルバムです。いわばスキマスイッチさんのポップサイド。で、一方ビターコーヒーの方は今メンバーが作りたいものをテーマに、スキマスイッチさんの魅力であるシニカルな世界観とか、あと今までにない挑戦的な楽曲を収録ということで、確かにね、ビターコーヒーは大橋さんと時田さんの遊び心とかこだわり、あと影響を受けたもの、もうそういうものがね、自由かつふんだんに詰め込まれてるなっていう印象を受けました。だからって言って別にホットミルクが単純なものとか、ただ聞きやすいだけのものっていうわけじゃないんですよ。それはインタビューでお二人もお話してましたが、やっぱりタイアップにはタイアップ曲の聞きどころっていうのがあるし、そこはやっぱり作るのがスキマスイッチさんですから、らしさというものもあるので、ホットミルクとビターコーヒー飲み比べじゃないですけれども、両方ね聞き比べるっていうのは楽しいかなと思います。で、少し前に大橋さんが一人でね、インスタライブやったことがあったんですよ。見た方もね、結構多くいらっしゃったと思うんですが、今回ね、インタビューに入る前雑談で、インスタライブ見ましたよっていう話ちょっとさせてもらって、大橋さんがね、愛を弾き語りしてくれたのが本当に貴重でしたよね。あれはちょっとね、感動しました。そういう話をねしたんですよ、ご本人に。で、あの時ね、なんかファンクラブ用のアルバム申し込みの締め切りがその日とか次の日、なんかそこら辺だったので、でもうこれ以上は伸ばせないよっていう日だったので、一応その告知を兼ねてやってみたっていうことだったんですけど、大橋さんもね、せっかくそこの場に鍵盤があったから、ちょっと弾いてみようかなと思って弾いてみたんですよ、なんて言ってました。で、インタビューの日、大橋さん多分ご自身がプロデュースされたニューエラとのコラボキャップかぶってたんですよ。多分ね、それだったと思います。これ残念ながらソールドアウトなんですよね。でもね、めちゃくちゃ似合ってました。
あとグッズで言えば、時田さんが、ね、プロデュースしたショルダーバッグ、これもこれ、ね、これも結局もうソールドアウトしちゃってるんですけど、これめちゃくちゃいいですよね。表はグレーだけど、自分の側に来る方はオレンジ、もうこのオレンジ付きとしてはね、この色合いちょっとたまらないですね。でサイズ感もいいんですよね。またちょっと売り出してくれないかな売り出したら買いたいなとか言って、すいません、ちょっと話がだいぶ脱線しちゃいましたけども、まあ、そうアルバムの話なんですけど、ホットミルクの1曲目に収録の新曲オーバードライバーね、これめちゃくちゃいい曲じゃありません？個人的にも本当大好きで、もうねこの私のオーバードライバー愛をちょっとお二人が笑っちゃうぐらいぶつけました今回先ほどもこの放送をお届けしている時にインタビュー掲載されてるかわからないってお伝えしましたが、この放送ね、この録音してる今この段階で実はまだインタビュー原稿ね、レコード会社さんにチェックしていただいてる最中なんですよなのでどこまで採用されるかわからないんですが、かなり楽曲への愛をちょっと熱量高めにお伝えしましたまあ、とはいえね、どうしても活字だとそこまで感じない部分もあるかもしれないんですが、もうねびっくりマーク10個ぐらいつくぐらいすっごい好きですって言って言いましたいやもうねやっぱりなんといってもあの A メロのリズム、2人はねよくトリッキーっていう言葉を使ってましたが、キャッチーさとトリッキーさのコントラストが本当に最高の曲だし、あと彼らの代表曲の一つと言われる全力少年を彷彿とさせる歌詞、それから今の彼らの年齢だから書ける歌詞、そこら辺も注目ポイントじゃないかなと思います。あとビターコーヒーだと1曲目のいたずらとか、あと5曲目のシンク、これがね個人的には好きですね。なんかやっぱりいろんなルーツを持つお二人だからこそ音楽性も多岐にわたってるっていう、まあ、それはねインタビューでもお二人お話しされてましたが、特にビターコーヒーはまさにその部分を感じられるなって思います。まあ、前回のねインタビューはリモートだったので、どうしてもこうコミュニケーションが深いところまで取れなかったかなっていう、ちょっとそれはね私のこう力量不足というとこなんですけども、でも今回は実際お会いできたので、しっかり目見て思いを伝えてくださったり、あと砕けた雰囲気でね笑い合ったり、時に爆笑したり脱線したり、まあ、そういう感じでいつものインタビューの雰囲気に戻っていろいろ伺えたこと、もうこれね私自身もすごく嬉しかったです。でこのアルバムのジャケット2つね、ホットミルクとビターコーヒー、このジャケット両方とも素敵ですよね。こうひげをちょっとにゅるってあって、私はねビターコーヒーのジャケがすごく好きなんですよ。皆さんはいかがですか？よかったら自分はこっちのジャケットが好きとか教えてくださいね。ということで、今回はスキマスイッチさんのオリジナルアルバムホットミルクとビターコーヒーについてお話ししましたごめん最後噛んだね、そろそろ12月ですよね。早い本当に。あ、そうそう、12月といえばね、スキマスイッチさんライブもありますので、そこら辺は概要欄に URL を貼るか書くかしておきます。ということで、ここまで聞いてくださりありがとうございました。音楽メディア中の人まさやんでした。また来週。